こんにちは。姉のみーです。妹のゆみりおんです。今回はこちら、僕のヒーローアカデミアホークス書いてみた。はいはい、あのね、アニメがね始まってるんですよ、この今期。うん、そうだね、もう結構経ったよ。結構経ってるんだけどホークスかっこいいのよ。ホークスかっこいい。今回描くイラストマジで最初見た時も衝撃的だった。かっこよすぎて二人して同じ反応で、本当にかっこよかった。これ本当にかっこいいよね。やばい、マジで、ね、ぜひ原画を見てほしい。原画っていうか何ぞ、これあれなんでね、特典でファイルみたいな、うん、確かついてたやつのイラストなんだけど、 うちが気づいた時にはもうそれさ習慣だからさ、あ、そうか、過ぎちゃってて買えなかった。なるほどね、欲しかった。これ欲しいね。まあ今この状態だとどの絵か分かってないと思いますから、ね、まあ、とりあえず作業過程を見てもらいますね。では早速作業過程をどうぞ。完成しました。イエーイ。こちらの絵ですね。そうですね、私たちが言っていたのはいかがでしょうか。皆さん的にはこれかっこいいですよね本当にかっこいい。なんかアクセサリーもつけてて、ちょっと顔隠しちゃってて、斜め角度の目線よ、ね、みたいな。おしゃれすぎ。おしゃれおしゃれ、たまらねえよな、ね、装飾品難しかったね。難しかった。ちょっとうちの装飾品ちょっと力尽きたかがあるのよそうだね、でしょ、力尽きてるね。力尽きてる。ユミリオンと比べてみてはいけないよ見てくれって言ってるよねそうなのよ、難しいのよ。なんか装飾品って難しかったね。まあ、しかも、まあ、これ画面だと同じサイズに見えてると思うんですけど、妹と姉の絵のサイズが違うんですよね。姉の方が大きいんです。なんで姉は力つきましたそうそうそうめっちゃ頑張ったの。かっこよかったから、かっこよく描くために線画から気合を入れて、何時間もかけて線画をやってカラーしてってやってたら力つきたユミリオンのサイズで今後は描いていこうかなって思っております、うん、また時間が経ったらちょっと装飾品はちょっとまたチャレンジこれしようかな。 それでもいいしね、うん、加湿したらいいよ。うん、今回は私の方が好きな絵師さんがいて、その肌の塗り方を参考にさせてもらって今回頑張ったんだけど、そうだね、ここのおでこのところさ、あ、そうなのよ、めっちゃいいね。そう、おでことここの鼻筋のラインとかはなんかすごい立体感が出たかなと思ってて、そう、うまくできた、うん、そう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 、うん、
うちらから見て左眉毛のさ上の部分がさ薄くなってるの、ここのグラデーションが綺麗だね。綺麗にいけたんだよね、うん、あこうやったらいいんだっていうのが分かってよかったなと思ってます、うんうん、私今回ユミリオの方でマジかよって思ったのがあって、この手の塗り方がねかっこいいの。かっこいいでしょ、すんごいかっこよかったの。すごい上手いと思う、なんか色っぽい、あなんか筋をね、あ筋好きなのよ、骨のね、この手の筋、そう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 、かっこいいからさ角張った感じというか、男の人のなんかなんだろう、ごつすぎないけどスタイリッシュすぎない、そのいい感じの手、うん、元へよく見ましたよ、うん、今回またあれだね、色のさ感じがさ結構違うよね、うん、違う、まあ、大体毎回違うんですけど姉的にユミリオンのカラーの方が好きだった。うちもうちの好きなやつとか素直か、だって好きなやつで書いてる、いまあそうだよね、そうだよね、なんか自分の方なんか塗っていくうちになんかちげえなんかちげえなんかちげえって塗ってて、ああそうだった、うん、なんかうまくいかないなって終わってしまったっていうのがあったね。え、そうだ、そうなの、 色味的には、そう髪の色とかこれが良かった、うん、あ、そうなの、ユミリオンのが良かった。結構金髪目のあれだよね。そう金髪目にしてたんだけど、まあ、もう数時間塗り込んだら変わるんだろうなと思ってる。あそうだね、うん、で高校の羽とかもさ本当はもうちょっと赤いじゃん、まあそうだ、赤が良かった、塗れよって話なんだけどそうだからオレンジで描いた、ね、そうオレンジで塗ったの一旦、うん、赤で塗りたい塗りなさいってね。元絵見てさ、うん、ちょっと感動っていうかさ、そうなんだけどこの鉄の部分にさ、はいはい、何なんだろうこのピンクはって思って元絵見ながら思ってたんだけど、うん、この羽が反射してるってことなんだよ、ね、あ、そういうことか、書いてて、はっって思ってやばーっと、すごい、でもそうだよね、確かにね、いや、そうだよね、言われてみれば、いや、確かにそうなんだけどさ気づかないよね、なんか気づかない、なんかあ、なんかそういうピンクっぽいなんか入れたのかなと思ったけどさ、いや、そうだよな、反射するよなっていう、それはそうだっていう、ヒロアカの原作者の人の絵ってどれもかっこいいんだよね、ね、堀越さん、あ、堀越先生すごいなって思う、いや、もう絵好き、いや、好きアメコミ風というかさ、結構そっち系が入ってんの、かわいいよね、おまかどきもかわいかった、ね、かわいかった、すごいかわいかったと思う、シシドくん好きでしたよ、あパッと出てくるのがすごい、ね、私名前覚えらんないんだよ、あでもわかる、てか大人になると覚えらんなくない悲しい、なんかわかんないけど、もともとだったかもしれないけど、私どうだったか、うん、でもホークスさ出てきた瞬間もかっこいいじゃん、かっこいいよっていう、かっこいい、グヘってね、いやこんなん好きになるだろうっていう、ね、そうたまらんねえよって、かっこいいよ、もう見た目からかっこいいもんね、そう、いやユミリオンやっぱ色がいいね、いや全体的にいいんだけど、うん、毎回見るたび畜生って思う、いや毎回出来上がって気に入ってます、そうね、うん、でもなんか元絵があるからこの色を出せるんだよね、元絵の見てるからこれ出せんの、なるほどね、そう自分だけでゼロ地点から自分でこの線が描きましたで、うん、自分で塗りますってなったら こうならないのよやっぱり、そうなんや、そうこの間そらパワーちゃん描いたじゃん、あパワーちゃん描いても思った、うわなんか自分だけの知識で塗ると浅いなっていう、あなるほどね、なるほどなるほど、そうだからいかに元絵の、まあ、堀越先生がすごいかっていう、まあ、元絵の方々がすごいかっていう、そうだよね、それを見たから描けるわけね、あこういう系ね、うん、みたいな、なるほどなんだろうけど、ああそうね、うん、今んとこまだ落とし込めてないから浅い塗り方になっちゃうけど、うんまあ、見るからちょっと深く描けるっていうのはありますね、はいはいはい、頑張りましょう。あ、そうなんかうちいつもすごい時間かかるんですけど、なんか今回は意外と時間かからなかったんで、あ、てかかからなかったじゃないか、このホークスが絶対時間かかるって相当思ってたのに、そうそうそう、なんか意外と早かったっていう、でも顔が半分やっぱ隠れてたのがうち的には早く進んだっていう、手得意だしな、うん、でもちょっとうちこれむずかった、あ、ほんと、うん、ちょっとってかむずかった、お、ほんと、うんうん、なんかうちのなんて言うんだろう、書き方もうちょっとね落とし込みづらい角度みたいな感じで、結構元絵の方もさ、うん、なんで、まあ、肉厚感っていうの、手の厚みがもう結構出してる感じだったじゃん、はいはいはい、そうねそうねそうね、うん、それが難しかった、今回はユミリオンの勝利を
勝負だった。勝負だったんすか。勝負じゃないけど好きよ。毎回言ってるわ、うん、毎回褒めてよ。はい、今回は僕のヒーローアカデミアホークスを書いてみましたが、いかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございました。また次も見てくださいね。バイバーイ。